ハーブのある暮らし、マリコです。この度、7月5日にですね、会社を設立いたしました。社員さんとか上下関係がなく、自由に働ける会社にしたいということで、今、3人で会社してます。で、今までは株式会社下堂園の1部門だったんですね、うちのショップは。なんですけど、はい、7月5日に独立をするという形で会社を立ち上げました。まあ今そのショップで私たちがやってることは、農園でハーブの栽培、抽出、あとは商品開発、販売とかねしてます。全然自分では移っても何も変わらない、もう変わってないんですよ、実際変わってないんだけど、もうただ会社が立ち上がったってことで、それだけなんですけど、何もやることも変わってないんですけどね。7月5日前まではですね、結構みんなちょっとこう気持ちが上立ってるっていうのかな、浮いてる感じがして、なんかこうみんなね、こうせかせかした感じになっちゃって、今現在は結構落ち着いてきました。でやっぱりこれからですね、まあ今までもワークショップとか結構、まあ、ちょこちょこなんですけど開いてたんですけど、これからはもっとこう人と触れたいんですよ、私。触れる機会がないなと思って、やっぱこう農園とか山とかに行ってるとですね、なかなかそういうハーブとか知りたい人とか学びたい人とか、私とお話ししたいっていう方もいらっしゃるので、なんかそういう方とね会えてないのがなんかなーってずっと思ってて、でこれからはちょっとワークショップももうちょっと頻繁に行っていこうかなと思います。まあ内容ももちろんハーブもだったりとか、クレームだったりとか、まあバラバラですけど、それはインスタで告知はしてますので、気になる方はねぜひ見てください。本当3人でやってますけど、それぞれ本当にうち役割分担がちゃんとあってですね、一人一人がかなりその人じゃないとダメなことをやってるので、3人ともずっといるんですね。やっぱり誰かが抜けてる状態とかあんまなくて、3人で一緒に行動してることが多いんですけど、それぞれやることが違うので充実してますし、仕事もすごくはかどりますね私は広告担当です栽培の方はやっぱりうちの旦那さんが主にやってるので、私は栽培したものをなんとかこう形にしようと してる感じですね。商品開発に励んでます。こんな感じでまた始まりましたけど、応援してください頑張ります。まあ、何ら変わらないんだけど、なんかやっぱこう気が引き締まったっていうか、なんかちょっとやっぱり大きな会社の中の一部よりは、こんなこと言っちゃっていいのか分かんないけど、よりはやっぱりこう自分たちで何とかしていくんだっていう感覚がもっと強くなったから、うん、なんかこうやりがいをちょっと前よりも感じてます最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。